去年聞けば聞くほどに出演された時、スタジオでコキリコ節の生歌を披露してくださった成瀬翔平さん。今日は1月9日にリリースされた新曲陶器ふるさとを携えてスタジオに遊びに来てくれました。はい、日清市の三岡治さんも楽しみですということであります。まどろさんさもででれこで、はりのさんさもででれこで、成瀬翔平でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。相変わらず声してますね。ありがとうございます。お久しぶりです。1年ぶりになります。そんなになりますかね、はい、去年もこうやってコキリコ生歌で、うん、はい、披露していただいて感動したんですけどね。相変わらずいい声してますね。ありがとうございます。はい、声やったら私も本当に歌手になるんやけどな。真っ当な。そう、そして今日真っ当な。そして今日は先ほども言いましたけれども、はい、1月9日に新曲がリリースされた、はい、流れてまいりました、はい、このメロディー。今年1月9日にリリースされまして、すでにこの曲を皆様が楽しんでいただきます。はい、歌っていただきます。成瀬翔平さんの新しい曲、陶器ふるさと。読んでよ、別に。生で紹介を。つぶさんも。これが言わせよ、別に。すいませんね。はい。この曲が、はい、陶器ふるさとという。はい。ちょうど本当1年ぶりで。去年が1月11日のリリースで、今回は9日のリリースで。これ毎回あれですね、はい、ねえ、ジャケット写真見ますと、はい、可愛い人がいつも一緒に写っているのが私の印象ですけど。そうなんです。3作連続して。なんでこんなことになるんですか。最初の、はい、文がですね、非常に普通のシングルにしては珍しいということで人気があったもんですから、はいはいはい、それからずっと続きで、はい、今回もで最初出てくれた時はおととしになりますので、はいはい、大場遥ちゃんというモデルさんなんですけど、うん、ちょうど17歳の高校生やったんです、はいはい、で今年はもう19歳なので、うん、ちょっと大人っぽくなりまして、大人の女性な感じで、はい、と同じ人なんですか。同じ人なんです、はい、やっぱ変われば変わるもんですね。女の人は着るもんで変わりますね、うん、はい、もう立派な、これはもう大人の女の人という、そうですね、前は女子高生、そうそうそう、ね、はい、もう近所の子という感じだったんですけど、はい、今回は、恋人を、はい、そうそうそう、置いてきた恋人という、それしたら横のじいさんはどないなっとんねんというほら、芝生にほら一緒に寝転がっているというジャケット写真、はい、まあ僕は本当は蚕ですから昔のことを思い出してるんで、はい、若い時の僕なんでしょうけれども、それが無理なんで僕が寝ておりますけれども互い違いにして頭をね、はい、こう互い違いにして空を見上げて、はい、いろいろポーズも自分では決めたりはしなかったんですか。これ、 これはもういろいろとカメラの方に言われて、はい、ああしようこうしようと何種類か撮った中で、はい、互い違いせずにこのままふっとそのまま同じ方向を向いて上に重なってる、そういうのは曲のテーマがだってほら今回は、うん、望郷シリーズ第1弾ということで、まあタイトルが陶器ふるさとですから、はい、ふるさと思う、はい、ね、そんなテーマになる、ね、ふるさとに残してきた彼女に会いに行きたい、戻りたいけれども、やっぱり自分がちゃんとした人間にならないと、うん、都会で何か目処が立たないと帰りにくいなっていう、うん、まあそこの恋人との間にしてるんですけども、実際には皆さんこうふるさとから出てきて帰るのに結構遠い時がありますよね。距離は関係なく、やっぱり大きな口叩いて出てきたものをうまくいかないとなかなか帰りにくかったりとかあって、まさに敷居が高いというのはね、そうですね、こういうことを言うんでしょうけれどもね、はい、初めてお聞きになる方のためにもっぺんすいません、はい、最初の方からの基本的なお話、ご出身が広島県、広島の方で、はいはい、でもこの発声なり何なりするともうこれどう見ても民謡をずっとやってらっしゃった人やな、はい、ということはこの喉の調子から見てわかると思いますけども、はい、はい、38年ぐらいやってますかね、はあ、僕は民謡というのもあまり詳しくは分かりませんけれども、ね、はい、各地にいろんな民謡がありますが、はい、民謡の発声という民謡を勉強すれば
あれどこの地方のどの地域の民謡も同じような発声で全て歌えるもんなんですか？いやそれは違います。やっぱそうでしょ。あの民謡ってくくり結構大きくて、はいはいはい、あのポップスと演歌と、うん、あのカンソーネとジャズとっていう風に、うん、それが全部含まれたような格好なんですね、うん、だからお座敷の歌と、はいはい、やっぱり野良仕事の歌、海の歌山の歌違いますし、うんうん、お祝いの時の歌も違うし、で盆踊りの歌はまた違うし、まあ、全部ちょっとずつ違うんです、ね、発声から何から違うんですか？はい、まあ、ある程度の日本人の発声という点においては似てるとは思いますけれども、うんうん、前に聞いたことがある、はい、新潟民謡で必ずなんかいいあの成績というのは全部佐渡島の方 の、うん、あの方が取っていかれるのも、これはね審査員とか審査する人が、あの新潟 の、 あの本土の方の新潟はお座敷歌になるん で、はい、そうですね、発声がお座敷ですから、お座敷の発声で歌う、はい、これ舞台でやると派手るのはこのいわゆる島唄とかああいうところのはーという発声が審査員の方に受けるもんですか、うん、お座敷歌はねどうしてもちょっと言うな、あこれ発声違うやなと思いましたけどもね、はい、そして今ね曲が変わりましたけど、はい、今度はこちら先ほどの陶器ふるさとのカップリング曲で、うん、もうあの成瀬さんの代表曲です、鶴の舞橋ですけど、うん、これは津軽山歌入りバージョン、はい、うん、頭にちょっとこれ乗っけてステージでずっとやってたんです、はい、そしたらそれのついたやつくださいっていう方が多かったのでうん、うん、今回ですねもう一度あのこれをつけて、でこれが歌いやすいようにちゃんとあの皆さん用はカラオケがついてるんです、うん、はい、山歌の部分にですね、この歌聞かせられてカラオケでほなどうぞ歌ってくださいって言われてもなんかコツありますか？いやあのねかなりハードル高いと思うんですが、この2の舞橋っていう歌自体がかなりハードルの高い歌なんです、はい、でこれで大会に出てこられる方って、うん、大概優勝とかね、うん、多いんですよ。やっぱこう自信がある方が、覚えのある方、僕がビビるぐらい上手い人が結構いるんです。そうなんだ。それで、じゃあね、うん、もう一つハードル高くしてやるとか、なるほど。これはもういわばあの皆さんとの、はい、最近カラオケの方レベル高いので、はい、あのやっぱ競争みたいなもんですよね。はい、で、あの。いわばあのメインの歌の方は今回は今までの中で一番歌いやすい歌と、はい、おそらくカップリングの方は今までの中で一番難しいやろうという歌とやってみて、成瀬さんに挑戦、ぜひこれをねお買い求めいただいて、はい、ね、A 面 B 面という言い方はおかしい、はい、曲名そうですね、歌えたらこれは、はい、相当なもんで、はい、ね、あの成瀬さんに挑戦いうことでいきますとですね、うん、あの去年も坪井さん、うん、あのさっき冒頭でコキリコやっていただきましたけれども、はい、うん、あれでもって触発された坪井さんが、はい、なんかちょっとこう楽器を挑もうみたいな感じになってましたけど、はい、なんかブログ見せていただいたら、はい、すごいいろいろ楽器はね、楽器好きなんですよ。しかもいろんな楽器が好きで、コキリコなんかにもすごく興味を示してましたけど、はいはい、で今日成瀬さんが来るって聞いて、坪井さんなんかゴソゴソ楽器出してましたよね、さっきいつも持って歩いて、はい、あこれどこ行ったそこそこそこ、いやこれ黄金、はあ、これどこの民族楽器でしたか？これは世界的に広がってるユーラシア大陸、ヨーロッパまであるいうやつ、はい、うん、さっきのコキリコの迫力とえらい違いじゃないですか。あでもね、はい、この音って、はい、あのオーストラリアの、はい、あのディジュリドっていうあの複合の楽器と似たような音出ますね、このビューンっていうのが、ね、はい、だから各民族になんかこれは共通するなんかモンゴル の、うん、あのホーミーとか、はい、あそうそうそう、ウィーンっていう声、ね、ホーミーのバックにもこれ使うんですよ。あーホーミーやりながら横でビューンワンこういうのをとやるという、はいはいはい、そういう、いやすごいイメージが湧きます、はい、僕も大好きなんです、楽器、やっぱり楽器いろんなところに行かれてそういった民族がそうなんです、買ってくるんですけど、はい、弾けなくて家の中楽器だらけなんですけど、はい、そうですか、コキリコがあんだけね、ねえ、コキリコを叩くだけやから、いやいやいや、まあ、回すだけの、全然前やったから僕違ってました音がねえ、不思議なもんですもんね、はい、ねえ、まあ、これだけしっかりこうねやられるいうことは
お弟子さんなんかも取ってられるんでしょ、はい、僕はずっともともと民謡の先生で食べてきましたので、はいはい、それは未だに続けております。あ、こんな先生習ったらええやろうな。そうですね、成瀬さんの今後の活動って公式ホームページがあるそうです、はい、そちらご覧いただければいろいろと載っていると、うん、はい、いうことです。ぜひこっちの方でもライブをね、はい、やっていただいて、ぜひやりたいんですけれど、はい、それでぜひこれを生で、はい、この歌声を聞いていただきたい。このブログの時にもありますけど、本当に声というのは人間のいろんなある楽器の中の最高のものやというのは、うん、もうこれは私の中で揺るぎのない言葉です。そして成瀬さんの今のこの発声を聞いていたら、はい、間違いないぞという感じがしますもんね。しかし、まあ、この楽器は一番体調に影響されやすい。いや、もうこの冬はですね、はい、乾燥とこの冷気で、うん、一番やられやすい時期なので、うん、すごい心気にかけてます。マスクして、はい、夜は加湿器をかなり強くかけてという、はい、気ぃ付かない。メンテナンスしないと。全然メンテナンスしてガラガラの声出てきたら、これが季節の声や季節によって声変えてんじゃん。言ってるね、言ってるね、はい、そんなんでわかんなと思いました。はい、はい、ぜひまた素敵な歌声を、ね、ありがとうございます。お聞かせください、ぜひ今回の新しい曲「陶器ふるさと」、はい、成瀬翔平さん、皆さんも応援してあげていただきたい、はい、よろしくお願いします、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。